こんにちは、シーバスルアラボです。こんばんは。今週も、スローにルーズにやっていこうということで、はい、スロールーズラウンジやっていきましょう。はい、はい、今週も変わらずウィルと KY でやっていきます。ね、意外と遊漁船も順調です。順調ですね、うん、これね、はい、一応冒頭で言わせていただきたい、はい、うん、なんでまだ予約はね LINE の方からできるので、うん、ぜひ LINE で友達追加していついつ空いてますかって言っていただけるとそう、うん、ちゃんとお返事してやりますんで、はい、おしゃべりしに来てください。はい、はい、であとはね、僕らに質問がある方もね、あ、はい、質問フォーム概要欄にありますんでね、はい、ちょっと概要欄が今ごっちゃごちゃしてるんですけど、うん、そっちからね何でも質問も受け付けております。はい、という感じで今週もルーズラウンジやっていくんやけども、うん、何5月にさ、うん、ベイト月間とか言うてさ言うて、はい、あのベイトリール、ベイトタックルについて、うん、なんかいっぱい動画出したやん。出しました、はい、その中で、あのスコーピオン MD、うん、これめっちゃいいですって、うん、コスパ最高、うん、買うんだったらこれいいんじゃないですかみたいな、こっちとか言おったもんね。そう、言ってしまっとるやん。うん、まあ、あれに嘘はないんやけど、あの感情に、うんうん、ただね、そのやっぱ発売されて1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経って、うん、やっぱりその不具合っていうものはね、うん、そのネット上にちらほらと散見されるなっていう、はいはい、ところで、うん、まあ、実際どうなんかなっていうところをね今検証中なんやけど、うん、まあその買った方がいいですよっていう言葉を信じて買ってもらったとして、うん、実はその不具合がめっちゃ深刻なものやった場合、うん、まあ 100% の責任があるかと言われたらそれはねあれなんやけど、まあでも多少ちょっとまあね、うん、俺らも背中を押してしまっとる部分はあるし、なんで、まあ、そこの注意喚起を含め、うん、まあ、実際俺が今どんな感じで使えてますみたいなところを、うん、この場を借りて話せればいいかなって俺は思ったんやけど、どう？いいよ、う、話して。俺もちょっと気になっとる、ね、俺も気になっとんよ、うん、で実際なんかそのネット上で散見されてるその不具合っていうのが、うんうん、そのレベルワインダー、まあ、糸をね P ラインを、うん、P の使用時に限ってるらしいんやけど、うん、糸をスプールギリギリまで巻くことによって、うん、このレベルワインダーに対するラインの角度が、うん、こう上からこう入ってくるような形になると。あ、なるほどね。そのせいでレベルワインダーの上の部分にラインが当たっとるよね、はいはいはい、それがどんどん P ラインを擦ることによって、うん、あのコーティングが剥がれ、はいはい、ラインが傷つき、うん、まあ、P ラインっていうのはそもそも摩擦に弱いラインやけん、うん、それでどんどん糸が劣化して、うん、そのすぐ切れちゃう、はいはいはい、っていう症状があるらしいよね、うん、で、まあそれをねまとめて検証されてる YouTuber の方ももちろんおって、うん、そういう動画とかも見ようんやけど、うん、その人の動画内では確かにそういう症状は顕著に出とるわけよ、うんうん、でもそれを見せられとる時点で、うん、たとえ俺の答えが大丈夫とかそういう話やったとしても、はいはい、もう使うの怖いんよね、うん、まあね、うん、怖いんよ実際使ってみてどうなん？実際ね、俺今 PE の2号をもう本当にパンパン巻いて、うん、まあ何回か釣り場で投げてたんよね、うん、多分100から200頭ぐらいしとると思うんやけど、うん、切れてないよ今んとこ、うんうん、でもそのネットで言われるように、うん、レベルワインダーの上の部分にカスはね溜まっとんよ。今もついとるもんね、洗っても取れんぐらい。あ、上ってその丸の、そう、丸の上の縁の上側、カスがいっぱいついとるわけよ。あ、でどの辺、見える？なんか暗いんよこの部屋この穴の その金色の部分あるやん、うん、の上、縁の上側、あ、見えんけど、やっぱたまるんよね。今水で洗ってだいぶのいとんやけど、うん、やっぱりたまるんよね。なるほどね。でこの PE も新品の PE2 号巻いとんやけど、うん、そのね、やっぱコーティングが剥がれとんやろなって思うのが、うん、なんか PE って古くなってきたら、うん、これって蛍光イエローのライムグリーンの PE 入れたんやけど、うん、ピットブルの、うん、やっぱり時間が経ったらその色が薄くなっていくやん、うんうん、なんかすぐそうなっとんよね。あー、はいはい、そうやけん、これは削れとる
なるほどね、うんうん、ってなった時に切れるのは時間の問題な気がしそうよね今のところ。コーティングはじゃあもう剥がれてしまっとると思うやっぱり。で実際にパンパンに巻いとる側ってことね。そう、うん、でその俺がその検証してくれる YouTuber さんの YouTube を見ると、うんうん、そのスプールエッジギリギリまで巻くんじゃなくて、うん、1.5 ミリぐらい下げてちょっと控えめに巻いといたら、うん、意外と使えますみたいな結論に最終的に至っとったよね、うん、なるほど、うん、まあでもそれで使うんやったら遠投で使いたい人にとってはまあね、なんかそんな都合で使えんくなるのも嫌やん。まあだって結構いっぱい糸巻けるっていうのがよくて買う人もおるわけやろ。そう、うん、なんでちょっとね今のところ現場に持っていくのがすごい億劫。なるほどね、うん、物としてはめっちゃいいんよ、うん、ただそこがマジで残念で、もしかしたらP ラインにシリコンスプレーを振ることによって、はいはい、ここの摩擦が軽減されて、うん、持ちが良くなるかもしれんし、うん、その PE にシューとかそういうコーティング剤を自分で毎回やるとか、うん、そういうので解決できるのかもしれんけど、うんうん、でも何 それって道理が違うやろ。まあね、うん、トラブルがある前提のムーブやもんねそれは。そう、うん、それは道理が違うと思うよ。それ今誰に言おう。うん、島野さんによる、うんうん、でまあその島野さんがこの問題をどう受け止めとるんかっていうところも、うん、多分まだ声明出てないと思うし。あまあね、うん、ただもう本当にそのまだそういう声が上がってないの状態、うん、上がってないないの状態かもしれないね、うん、そこまで、うんうん、今後どうなるか。だってあの何ステラのさ22ステラの、うん三つ巻き、うん、もうなんか出たての時はなんかいろいろ不具合がどうとか言ったやん。 あ、はいはいはい、あれも結局何にもなく、うん、なんかじゃあ次ツインパンに乗せるやつは改善してますみたい な、うん、なんか不安って感じなったよね、うんうん、あれとかどうなん それについてマッサンもなんか言ったよね結構ああ動画で。そういうステラの例があるけんさ、うん、これももしかしたら、うん、もうなんか買ったもん負けみたいな。なるほどね、まあ、本当はね、うん、僕らのコンテンツでこんなどっちかといえばネガティブテーマやん。、うん、やりたくないんやけどさ、うん、でもこれはでもスコーピオン買った方がいいよって言ってしまった手前、うんまあ、こういうことがあるんで気をつけてくださいっていうのは言うべきやなと思ったよね。まあね、うん、そこは言っとくべきやな。絶対買うなとかは言わんし、うん、言えんし、ね、やっぱいいとこあるもんね。うん、物としてはマジでいいけんね。そこがマジで今のとこ残念なんよね。でそれをなんか何にもなかったかのようにふわっとさせられるのはちょっと違うね。そう、うん、なんよね、うん、でそうだけどもうこのまんま何もないんやったら俺は、うん、もうこれにフロロの16とか20を全部巻いて。なるほどね、うん、もうボートの近距離だけで使うとか、あ、はいはい、あとはバッスリ、うん、ちょっともう10年以上やってなかったバッスリをまたやってみたいなっていう気持ちがどっかにあるけんさ、うん、これを機にバッスリに使ってもいいかなってちょっと。なるほど、思うよる、はいはい、使っては行きたいんよね何とかして、うん、なるほどね。まあいいもんな、うん、かっこいいし。そう、その性能的にはめっちゃいいよ本当に。いいところは間違いないけど、まあ糸が切れるってなったら、そう、もうそれだけで全部ひっくり返るぐらい。そう、ね、そこを払拭できん限りはマジで第一線では使えんなっていう、うん、なるほど。そう、はいはい、やっぱそれはあのメガホンやったら解決される話なんかなね。やってみたいよね、うん、これにメガホン積み直してどうかみたいなのも見てみたいけどね、うん、詰めるんかなそもそも。なんか交換はできるんじゃない、スペース的に。ああそういうこと、うん、カズさんに聞いてみる。ああ言ってくれるのかな、メガホン付け替えれますかみたいな、ここのこの何ネジのネジというかこのレベルワインダーのレールみたいなところのピッチとかも全部合ってないとダメってことやろ。だって、うん、ああまあそうやね、うん、ああそっか、これごと変えることになるもんな。そうそこのピッチとこの高さと、うん、まあ、全部合ってないとダメってことやろ。そうやね、やるとしたら何、例えばそういうカスタム部品のメーカーさん、はいはいはい、
がそれ用のキットみたいなの出してくれたら嬉しいよね、うん、まあこれだったらこの方だったら過去に出してるこれは使えますみたいなのもしかしたらあるかもしれんけど、うん、でもそのもしメガホンワインダーが特許とか取っとんやったら、うん、そういう他社がむやみに手は出せんなってしまうよね。まあね、確かに。そうですか。あとはスプールでなんとかならんかな。ああ、そも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 ちょっともっと深み溝にして、そういっぱい、なんかそれもしかもマグナムライトスプールがいいっていう、そうなんよ前提で買っとる人も多いやん。そうだけど、そんなのは道理が違うやん何しても道理は違うよ。そう、でも純正のまんま快適に使える時点でもう道理が違うんよ。そうやね、うん、そんな、なんかこっちを不安にさせるような、そうそうっていうのを最近ね、ちょっと感じてますね、このスコーピオンくんには。そうですか、うん、はいはい。なんで、まあ僕らの過去のそのスコーピオン推しの動画いくつも出してます、うん、あの言葉に嘘はない、うん、本当にいいと思ってる、うん、けどそういう懸念点があるよっていうことだけここでちょっとお知らせさせていただきたい。まあね、うん、ここでだんまり決め込んだまま実際こういうトラブルありますみたいななってもね、そう、そこは不誠実やし、うん、ね、これで俺ら島野さんに訴えられたりとかしてどうするそんなことあるかな。いや、もうそれやったら、あのもうすでに出しとる日本レイトなんちゃらかんちゃらみたいな人、結構結構鋭く言っとるやん、うん、何回にもわたって、うん、まあ、でもそういうことやもん ね結局さ、うん、あのそれ個体差ですとか仮に言ったとしてもさ、うん、そこのばらつきなくすんが企業の務めなんじゃないって思うけどね。まあね、その個体差っつってもその外れ引いた時のデメリットが大きすぎる、うん、そうやね、うん、まあちょっとまああれやけど、まあ全然使えるし問題ないやっていうレベルの話じゃないくなってくるもんね。ちょっとなんかカクつくなとか音がするなとかいうレベルじゃないけんさ、そう、もう本当に使えるか使えんかの問題になってきてしまってるけん、うん、なるほどね、まあ、実際俺はまだ切れたことないけど、このまま使いよったらマジで切れるんじゃないかなって思ってしまってる、うん、なるほど、うん、わかりました。まあもしもうすでに買って使っとる人が感じ取る部分があるんやったら教えてほしいけどね。ね、うん、まあそれでね、なんか声を上げてなんか活動し、署名活動しましょうとかそういうことは一切考えてないし、うん、うん、まあこういうところで出た意見がメーカーを動かすみたいなこともあるけんさ。そうやね、うん、それがみんなの幸せにつながるんだもん。そう、うん、俺らはユーザーやけんね。そう、一ユーザーなんで。ユーザーなんです。そう、不満があれば言いたいし、それは言いたいというか、まあよくなってほしいし、うん、それだけの気持ちよね。そう仮にスコーピオン提供してもらっとったとしても多分そこは言わないかんとかやろ。そうやね、うん、うん、そういうことですよ。はい、はい、なんで皆さんのスコーピオンはどうですかぜひコメント欄で教えてください。はい、うん、まあちょっとこれも検証をもうちょっと積み重ねていかんけど、マジで持っていく気にならんのよね。なるほどね、うん、そういうことか。そう、まあ、俺は別に切れる切れんの心配関係なく基本的にメガホン買うようにしとるけどさ、あ、なんかちょっとでもこうそっちの方がいいって思ったらそっち買ってしまうよね。あ、なるほどね、うん、ちょっと高くても。いや、それはでも今回に関しては賢い選択かもしれない。なるほど、追加してしまったし、バンタも買ってたね。そう、バンタもね、まあ、そっちの方が正解や。そう、一個は飾るよ、はい、飾るよディスプレイ用に買ったそう、じゃあ交換してこれもいいやろ飾るやったら見た目的にはね結構いい、それも。はい、はい、そういうことです。はい、うん、というわけで、まあね、ちょっとね、まあネガティブ的なテーマになってしまったけん、うん、なんか最後ちょっとなんか楽しい話したいな。何の話する？最近なんか楽しかったことない？楽しかったこと、うん、最近楽しかったことないな。試験勉強してマジで嫌やったとかそれ、あ、嬉しかったこと今日あったやん。え？あ、え？あの、ナイトレンズ届いた。あ、そうです。僕らあのその YouTube とかで
いただいた収益をさ、うん、基本的にはもう全部ほぼ今まで経費に回っとったんやけど、うんうん、まあ、遊漁船が始まって、うん、まあ、ちょっとだけ今月余裕ができたけ、うん、ちょっともうご褒美にライトグラス、ナイトレンズ買おうやって言って、うん、2人で受注会に行って注文したよね。そう、まあご褒美っつっても正直俺は船で使うけんさ、俺もまあ経費みたいなもんだけど、お客さんの魚を玉入れするときにやっぱルアーが飛んでくるの怖いとかね、うん、いや そうなんよね、一番はそれよね。そう、結局上げてきてこう最後バシャバシャってなってビーンって飛んでくるみたいなのがさ、うん、あったけんさ、うん、ちょっとそれで失明したらシャレにならんなっていうのがまず一個と、ねえ、守らんていうか、うん、やっぱり見やす、玉入れするときもさ、うん、やっぱこうできるだけ見やすい状態にしたいっていう。そう、これはクランのために買ったよね。そうです、はい、早くかけて明暗行きたいよね。俺も今日明暗で寝るって言ってんだって。そう、今日はもう眠たくなるまで明暗で体操座りするやろ。そうつけたり外したりしながら、そう、違う違うとか言って、そう、うん、でこの撮影終わったら俺明暗行くんだ羨ましい。はいはい、うん、まあそんな感じですかね。そうですね、うん、なんでまあスコーピオン MD200 これね、最近出たやつ、うん、まあいいリールには間違いないです、うん、ただそういう懸念事項がまあありますよと、はい、うん、そこの周知が今回の目的ですね。そうです、うん、はい、あとハッピーな話題もう一個あるやん。何？ダズさん2000人。ああ、そうや、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人か、すごいな。すごいね。まあでも本当にもうガチやん、うん、ダズさんって。しかもその超高動画だけ並べていってるのがマジですごい。マジですごいね、うん、ね、思う、うん、そう。しかもちゃんと魚出しとる映像ばっかりやし、そうメーターの映像も撮っとるってすごいよね。すごい、なんか本当なんかザ・愚直みたいな、愚直愚直というかもうまっすぐみたいな人やん、うん、いやすごいなと思うね。ね、ハッピーな話題、はい、でした。最近ね、愛媛県界隈結構盛り上がってるよね、周り。盛り上がってますね。そう。台風の目になるとか言おったけど、各所で台風が起きる。各所で起きてますね。つむじ風が。そう、はい。これがね、大きな台風に、そう、ハリケーンに。ハリケーン。ハリケーンできたとしたら名前何？1号？2号？1号、1号。1号？ 1 号。じゃあ、サマンサ。はい、はい、そういうわけで、はい、今日も、はい、スロールズラウンジ今週はこんな感じで、終わりです、うん、はい、じゃあ今週はここまで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、さよなら。さよなら。